はい、じゃあ間もなくでーす。はい、スタンバイしてください。はい、カメラさん OK、 音響 OK、 照明は OK。 はい、じゃあ行きまーす。はい、行きまーす。はい、カメラ回りました。歌が起こした風のために、私の中に竜巻が生まれ、私は20歳少し前の私に戻っていた。歩きながら考え、移動しながら眠り、少しも同じところにはとどまっていなかった。町の路地から聞こえてきた歌だ。聞いていたつもりもないのに、耳はおびただしい雑音の中からこの歌をすくい上げた。名前も知らない懐かしい歌。過ぎ去った日と人は言うけれど、日々は過ぎ去るのではなく回っているのではないだろうか。消えたように見えて、また空気を水飴のように粘らせては生まれてくる竜巻のように
あの頃の歌が現れた。気がつくと、私はあの頃の風と空気と香りと光の渦の中に包まれていた。この中にはいろいろな大きさの私がいて、それぞれの歌の竜巻を持っている。もっと遠い昔の懐かしい歌が誘えば、竜巻と一緒にくるくる回り、百合の花の背丈よりも小さかった私に戻ってしまうだろう。過ぎ去った日と人は言うけれど、過ぎ去った日の歌は私の中で勢いよく回り、水を含んで銀色に光り、やがてその水をばらまき始めた。美しい竜巻、歌のしぶきが体の内側を打つ音がする。とても信心深い男だ。子供の頃から朝起きた時と夜眠る前の祈りを欠かしたことはない。食事をする前は必ず神に感謝の祈りを捧げた。ファストフード店でハンバーガーを食べる時も、屋台のホットドッグを食べる時もだ。くだらない本は読まず聖書を愛読した。中でも神が起こしたという奇跡の物語に幼いジャックは心を奪われた。神に愛された人間がピンチに陥った時、天から救いの手が差し伸べられる。心から祈れば石がパンに変わったり、海が真っ二つに割れて道ができたり、そんな奇跡が起こると本気で信じた。そしてジャックは神様に愛されるため正しい生き方をしようと心がけた。家の手伝いも学校の勉強も進んでやった。大人になって学校を卒業すると、ジャックは役所に勤めるようになった。とにかく真面目に生きてきた。ただ真面目すぎてちょっと周りが困ることもあった。例えば待ち合わせに約束した相手がちょっとでも遅れると、相手をこっぴどく叱って喧嘩になることもあった。後からジャックの時計が進みすぎていたことが分かった。そんな堅物ではあったが、仕事は一生懸命やるし、嘘をつくようなことはないので信頼される存在になっていた。普段は質素に暮らし贅沢をしないジャックだったが、ある時大きな船でクルージングをすることになった。学生時代の友人が船上で結婚パーティーを開くことになり、ジャックも招待されたのだ。クルージングの日が来た。船が沖に出てパーティーも盛り上がった頃、ドンと大きな音がしたかと思うと、船がグラグラと揺れた。岩礁に衝突し、船体に大きな穴が開いてしまったのだ。船はみるみる沈み始めた。乗客たちはパニックになり、我先にと逃げようとした。ジャックも救命ボートに乗り込もうとしたが、すでにぎゅうぎゅう詰めでジャックが乗る余裕はなかった。ジャックは船に残った。だが諦めたわけではない。デッキに立ち空に向かって祈った。今こそ奇跡が起きる時だ。迫り来る死に怯えつつも奇跡に出会う予感にジャックは震えた。しかし何も起きず、船はゆっくりと沈んでゆく。それでも祈り続けると、船の前方から小さな船が近づいてきた。たまたま通りかかった漁船がジャックを見つけて助けようとしているのだ。
漁師が叫んだ。早くこっちに飛び乗れ。しかしジャックは祈るばかりで動こうとしない。漁船は去っていった。残されたジャックは祈り続けた。きっと神様は現れる。神様が私を助けてくれるのだ。すると空から大きな音が聞こえてきた。はっと見上げるとそれはヘリコプターだった。これも偶然ここを通りかかったのだ。ジャックの頭上高くにホバリングしたヘリから縄ばしごが降りてきた。パイロットは早く捕まれと叫んだ。しかしジャックは手を伸ばそうとしない。その時助けてくれと声がした。海に流された別の乗客のようだ。ヘリコプターは声のする方へ飛び去っていった。船は沈み続けた。もうジャックの足も水に浸かり始めていたが、構わず祈り続けた。もうすぐ神が現れるはずだ。その時何かが近づいてくる音がした。ジャックは音がする方向を探した。それは高速船だった。高速船は沈もうとする船に接近した。船長が叫んだ。早く飛び乗れ。ジャックはきっぱりと言った。いやだ、私は神を信じる。神が私をお助けくださるはずだ。船はズブズブと沈んでゆく。その渦に巻き込まれないよう高速船は船から離れていった。間もなく船は完全に沈没し、ジャックの姿は海の中に消えた。気がつくとジャックは天国の門の前に立っていた。雲の上に立つ大きな美しい門。門の前には白い衣をまとった聖人が立ち、ジャックを出迎えている。すべて子供の頃教会で聞いた話の通りだ。だがジャックは怒り心頭で聖人にこう言い放った。神様に会わせてくれ。ジャックは神と面会した。神はイメージ通りのひげを蓄えた威厳のある姿だった。しかしジャックはひるまずこう言った。神様、私は生まれた時からずっとあなたを信じてきました。それなのにあなたは私を見放しました。なぜですか。神が答えた。本当にそう思っているのか。ジャックがうなずくと神は深くため息をついた。気がつかなかったのか。何をです。私は船を2回ヘリコプターを1回送ったではないか。ジャックはとても信心深い男だ。とても真面目な男だ。しかし残念なことにとても鈍い男だった。
熱いうちに飲み込んでしまえばよかった。鮮やかにとぐろ巻くおもてなしの一皿、塩の効いた会話楽しんでるふりしてる間に、ブクブクと膨れ上がってしまった。しきれない歩こう酔っ払ったふりしてる間に、ブクブクと膨れ上がってしまった。もう仲は
プレゼント。エレーナとアレクセイは結婚して3年目の夫婦だ。2人はこれまで大きな喧嘩をすることもなく、結婚生活はうまくいっていた。アレクセイは真面目で優しい。それに頭がいい。大学で科学の研究をしている。読書が趣味でいろんなことを知っている。エレーナがわからないことを尋ねると大抵すぐに答えてくれる。それにアレクセイはお金の無駄遣いをしない。酒もタバコもましてやギャンブルもやらない。普段お金を使うのは交通費と昼食代のほかは本を買うときぐらいだ。おっとりした性格のエレーナは夫を頼りにしていた。そして愛していた。しかし夫に対して不満を感じることもあった。もう少しロマンチックだったり気前が良かったりしてもいいんじゃないかと思うことがあるのだ。いつもは物静かでもいい。でも時には情熱的であってほしい。独身時代のデートも公園を散歩するばかりで、おしゃれな高級レストランなんて連れて行ってもらったことはない。それでも誕生日やクリスマスにはプレゼントをくれる。いつもアレクセイがエレーナに贈るのは本だった。最初は名作と呼ばれる長編小説のような分厚い本をプレゼントしてくれた。しかしエレーナが読み切った試しがないからか、絵本や画集が贈られるようになり、最近は料理や健康法などの実用書をプレゼントされるようになった。その気持ちは嬉しい。でも本音を言うと、たまにはアクセサリーのような華やかなプレゼントをしてくれたらもっと嬉しいのにと思う。彼がプレゼントしてくれたアクセサリーは結婚指輪だけだった。クリスマスが近づいた頃のある日曜日、2人はデパートに買い物に出かけた。目当ての売り場に行く途中、宝石店の前でエレーナは立ち止まった。ガラスケースの中に飾られていたのはネックレス。プラチナのチェーンにダイヤモンドのペンダントトップがキラキラと輝いていた。わー、きれい。値札を見てみる。気軽に買える額ではないけれど、堅実な収入があり、無駄遣いをしないアレクセイにとって全く手が届かないというわけではないはずだ。ねだってみようかと横を見ると、アレクセイはすでに先に進んでいた。ねえ待って、これを見てよ、素敵でしょ。アレクセイは振り返りネックレスを見た。ああそうだねと言って微笑んだが、すぐに前を向いて歩き出した。次の日、エレーナは友人のリーザとカフェでおしゃべりしていた。リーザは大きなエメラルドのついた指輪をしていた。彼女の夫からのプレゼントだという。そしてこんないきさつを話してくれた。この前、私と夫が大統領のパーティーに呼ばれるという夢を見たの。私はドレスを着てエメラルドの指輪をつけていたわ。そしたら次の日、夫と街を歩いていると宝石店のショーウィンドウに夢とそっくりな指輪が飾ってあるのを見つけたの。私は夫に夢の話をしてこう言ったわ。運命を感じるわ。あの夢、どういう意味なのかしら。この指輪をつければあなたは大統領に会えるくらい出世するかもしれないわよ、
て。そしたら彼、買ってくれたの。これは幸運の指輪かもね、なんて言ってね。わあ、すごい。そういうの、正夢っていうのかしら。エレーナが感動していると、リーザは小さく舌を出し、いたずらっぽく笑った。嘘なの。実は前からこの指輪に目をつけてたの。でも普通にねだっても買ってくれそうにないから、ちょっとだけ嘘をついたの。罪のない嘘でしょ？エレーナはよくそんなことを思いつくものだと感心しながら、騙されたとはいえ、気前よく買ってくれる夫を持つリーザが羨ましくなった。そして次の瞬間、ピンとひらめいた。クリスマスのイブの朝、朝食を食べながらエレーナはこう切り出した。あのね、昨夜こんな夢を見たの。なんとあなたがノーベル賞を取って、その祝賀パーティーに出席しているの。もちろん私も一緒よ。私はドレスを着て、首にはきれいなネックレスをつけていたの。ほら、デパートで見たあのネックレスよ。とってもリアルな夢だったわ。あの夢、どういう意味なのかしら。話を聞き終えたアレクセイはじっとエレーナの目を見た。夢の意味を知りたいのかい？ええ。夫は微笑み、今夜あたり分かるかもよと言った。夫を送り出すと、エレーナは部屋を飾り、ごちそうを用意して帰りを待った。彼の帰りはいつもより遅かった。だけどエレーナは不安になったりしなかった。むしろ期待で胸がいっぱいになった。きっと彼はプレゼントを買いに行っているに違いないからだ。夫が微笑む顔を思い出すと、エレーナの顔も自然に緩むのだった。やがて玄関のチャイムが鳴った。おかえりなさい。エレーナが満面の笑みで出迎えると、夫はすまなそうに言った。ごめん、遅くなって。ちょっと寄るところがあったから。そう言ってバッグからリボンのついた包みを取り出し、はにかんだ笑みを浮かべてエレーナに差し出した。メリークリスマス。まあ、エレーナの胸の鼓動は高鳴った。気に入ってくれるといいんだけど。あなたがくれるものならどんなものでも嬉しいわ。そう言ったが、頭に浮かんでいるものは一つだ。エレーナは流行る気持ちを抑え、そっとリボンをほどいた。包みの中からプラチナチェーンのダイヤモンドのネックレスが出ては来なかった。包みの中から出てきたのは一冊の本であった。本の表紙には大きく夢占いというタイトルが記されている。いや、店員に聞いてみたら、それが一番よく当たるんだって。君が見た昨日の夢の意味がわかるかもよ。何言ってんだ、何言ってんの。Thank you.
OK です。お疲れ様でした。